待たせしました。第9レースサラブレッド系4歳以上のオープンによります黒船賞トライアル第1回いろは丸賞重賞競争になります。10頭立てゲート入りが4コーナー後方でスムーズに進みます。早くも残すところあと1頭かと見受けられます。係が誘導いたしますのが兵庫のエーシンエフダンズであります。もう1頭隣が9番になりますがコーチ丸八ゲティ2頭の招待馬を迎えてのこの重賞競争体制完了スタートきました。さて10頭まずは注目の先行争いから9番丸八ゲティそして先に行くのが10番のエーシンエフダンスの方でしょうか。最内から1番のグラスビクターも押しているがこちらは3番手先手奪ったのが10番兵庫のエーシンエフダンスであります。すぐ後ろに9番のコーチ丸八ゲティがつけまして第1コーナーです。その2番手の外2頭が並んでまいりました。1番のグラスビクターが外に持って行って2番手につけました。その後が丸八ゲティさらに78番のシルクプレストは4番手5番手に2番の風の皇帝となりました。あとは3馬身分散されてまいります。4番のヒルノラディアン半馬審査で6番のファイトングラスが続きます。もう1頭このグループに7番のマチカネの脇この3頭あんまり差がありません。4馬身と置かれまして後方から2頭目3番のユーガットテイスト2馬身半置かれまして5番のサクラシザーズしんがりこういった展開縦に開いた展開の10頭となりました。3コーナーを先頭は回っていきます。エーシンエフダンズが先頭であります。1馬身のリード2番手ここで2番の風の皇帝か風の皇帝出ますか。そのインコースにはマルハチゲティは2番手のうち2番手のうちそしてこれを見まして1番のグラスビクター3番手4番手にシルクプレスト最後の直線200を切った。先頭はエーシンエフダンス逃げ切り体制リードが2馬身半と広がってくる。2番手争いが焦点か焦点か丸八ゲティ外から2番の風の皇帝2頭の2番手争いが熾烈あとは置かれてグラスビクター先頭は完全にエーシンエフダンス逃げ切ってゴールインです。2番手は2頭もつれた。勝ったのは10番兵庫のエーシンエフダンス1250m 楽々逃げ切って優勝を決めました。高知で行われます3月20日第14回黒船賞への出走権はエーシンエフダンスが手中に収めました川原翔一騎手です。2着以下を大きく引き離しています。2着争いが結局接戦9番高知の丸八ゲティかそれとも福山2番の風の皇帝か2頭の2着争いは接戦でその後は1番のグラスビクター8番のシルクプレストとついたようであります。第9レースクレフネ賞トライアル第1回いろは丸賞着順どう出ますか。確定まではお手持ちの投票券お捨てにならないようにくれぐれもご注意願います。